さい。名護市の PR 大使の伊佐名護市部こと八木のシルヤエビよいしょ。そして名護市川上出身のなつきです。そして名護市八ヶ地島出身の比嘉恭平です。よろしくね。さあ去年のね8月1日で、名護市は市政50周年迎えたよ。そして今年の8月1日で51周年迎えました。おめでとう。やヤシガエ、このコロナよ、ね、こんな長引くと思わんかったさ。そうなんですよね。なんか話聞くともういろんなイベントを企画していたみたいなんですけど、なかなかね。だからさ、なんか残念だね。なんか早くさ、このコロナが流行る前の元気な名護市に戻りたいよね。でさ、なんかあの名護市では、あのコロナ感染拡大防止のために、コロナワクチン接種を進めているんだけどさ、注射ってさ、なんか怖いイメージあるさ。まあね、いやいやいや、わかるけどさ、あと副反応あるって言うしね。まあ、なんか聞くよね。じゃあよ、実際に市民会館でさ、ワクチン接種した人に話聞いてみよりか。あ、いいね。ね、あ、聞けるんです？行ってみよう。はい、行きましょう行きましょう。はい、通りますよ。歩き。手を挙げてね。通りますよ。歩きなんだ。失礼します。歩きですよ。歩きですよ。はい、それでは実際にワクチン接種をした皆さんにお話聞いてみましょうね。はい、ワクチン接種してみてどうでしたか？はい、私は市民会館でワクチンを接種したんですけど、スタッフの方もたくさんいてスムーズに接種することができました。予診では看護師や保健師の方が丁寧な説明をしてくださって、安心して接種をすることができました。ワクチンを接種して何か変わったことはありましたか？はい、変わったというか、私は鹿児島県出身なんですけれども、安心して実家に帰省することができました。それまでは実家の家族に会うことを躊躇していたんですけど、実際にワクチンを接種したことによって安心感はありますね。そうだよね。ワクチン接種することでさ、安心して大好きな人に会えるかもしれないね。 あとさ、感染リスクも抑えることもできるかもしれないね。僕は最初は不安だったけど、お母さんも一緒にいたし、思ったよりは痛くありませんでした。次の日熱は38度まで出たけど、2日目では熱は下がっていつも通り過ごしました。副反応についてはいろいろあるみたいですけど、発熱や痛みに関しては1日から2日で収まるみたいですね。注射は痛かったですか？特に痛みはなかったです。接種後腫れや熱もありましたが、私は1日から2日では熱も下がりました。それではワクチン接種会場の流れを確認してみよう。はい、検温して会場の中に入ってきたよ。まず最初はですね、予約確認します。はい、ワクチン接種券と予診票用意してね。ヤギもワクチン接種できるんですか？ヤギさんはごめんなさい。いやいやいや、ダメって。はい、大丈夫そうですね。お、はい、次4番です。はい、ありがとうございます。消毒ですね。はい、打ちます。はい、終わりました。はや、はい、接種証明書できましたので、ほうほう、次は2回目の予約をしますので、あちらに進んでください。あ、はい、ありがとうございます。ヤギのシルーさん、今日1回目の接種終わりましたので、はい、次2回目の接種ありますので、この日にまた来てくださいね。はい、その時この接種券とまた2回目の予診票は必要なので、予診票は事前に記入して受付来てください。はい、はい、じゃあ今日はこの時間まで経過観察しますので、はい、後ろの席で休んでくださいね。はい、はい、最後にですね、経過観察ということで休憩中だよ。でさ、もし何かあった時のために後ろにはね、救護室も用意されてるんだよ。
あなんか安心するね。でさ、あの救護室のベッドでね、個別で横になって接種することも可能なんだってよ。あ、もう時間になってる。じゃあもう僕行こうね。じゃあね。ワクチン接種会場では多くのスタッフがいて安心して接種が受けられるということが分かりました、うん、いや一刻も早くコロナウイルスが落ち着いて大切な友人家族と一緒に過ごせる日々が戻ってくるといいですね。だからよね、あのさ、名護市のね、世代別で見たね、ワクチン接種率っていうのはね、はい、若い世代で、うん、10代がさ 44.5%、 20代が53.6%、うん、で30代が 68.1% ってよ。はー。でさ、この市民会館でのね、1回目のワクチン接種は11月9日で終了するからね、うん、なので接種希望者はさ、うん、早めにお電話かインターネットで申し込みしてくれてね。そして、うん、名護市ではじゃじゃーん、うん、名護市若年層のコロナワクチン接種促進キャンペーンを行っています。なんと、うん、抽選で200名様に5000円分の商品券が当たりますよ。対象がですね、12歳から39歳までの名護市民の方、11月9日までにワクチンを1回以上接種した方が対象となります。はい、それでは名護市市政100周年を目指してみんなで進もう名護市の未来。100年後も PR 大使しときたいね。そうですね、100年後もぜひいるかな。